今日時点での、2014年の3月2日時点です。この時点での投稿、YouTube 投稿に対して非常に活躍してくれてるアイテムを一応箇条書きにしてみました。それでね、これもやっぱ覚えておくために今話すことにしたんだけども、今はこれが一番やりやすいということで、基本的にキャプチャーを使い出して、それでキャプチャーを動画でキャプチャーしたものを見ながら、今もそうです。こういうふうに話している。これは、S レコーダーというものですね。これですね。S レコーダー。これは、本当に超簡単な、一回動画投稿も出しましたけども、超簡単な動画のキャプチャーで何にも操作の項目がなくて、ただ単にこのように範囲を囲って、スイッチオンして、喋り出して止めるだけ。で、あとは保存するだけということで、これは非常に便利です。常に、画面に常駐しているボタンをクリックするだけなので、非常にやりやすいです。で、それと同じく、今度は画像の方のキャプチャーで、便利なアイテムを、見つけまして使ってるのが、S クリーンプレッソという、S クリーンプレッソ。これは、キャプチャーした後に、例えばその場で矢印とか、やれロゴとか、それからいろんなその装飾がすぐできると。で、非常にやりやすいです。これも簡単な操作で。で、装飾したものを、例えば、自分で撮った写真であったり、気に入った写真に対して、この、今、この画面で活躍アイテム、動画投稿っていう活字体で書いてあるのも、これも手書きの、マインドマップに対して、一つアクセントをつけようと思ってこれ入れたもんです。すぐに入ります。で、これのいいところは、この、すぐに簡単にできる割にはセンスがいい。で、いろんなことができることはできる。で、有料もあるんだけど、とりあえずもう無料で十分なので、無料でやってます。で、これに関しては動画もありますけど、動画は時間制限が15秒とかしかないので、有料にしないといけないので、無料で十分で、これは静止画で、画像のキャプチャーで使ってます。これは便利です。で、他のもいろいろと、ファストストーンとか、スナップクラブとか、まあ、いろいろインストールはしてるんだけども、今のところ、この S クリーンプレッソで、もう十分なので、これを使ってます。それと、人の声で喋ってくれるやつで、外人の男の人と女の人がいて、その画面が面白くユニークなのがあるんだけども、それがテクスト・スピーチという。これは、150文字以内の英語のロゴをそこに、置いて、その置いた文字に対して、その文字を喋ってくれると。ね。ですから、例えば、Bing 翻訳とか、Bing 翻訳とか、Google 翻訳とかで、そのような翻訳アイテムで日本語を入力して、英語に翻訳したロゴを、そこに、まあ、あれですね、コピー&ペーストで置くだけで喋ってくれる。で、その喋ってくれたものを、テックストスピーチで喋ってくれたものを今度は、オーダーシティです。同時にオーダーシティを回しといて、オーダーシティでパソコンのマイクで音を拾って保存する。その工程が非常にやりやすいので、実際のスピーチ、英語のスピーチの音入れは、このテックストスピーチとオーダーシティの組み合わせでやってます。で、英語に翻訳するのは、今のところ Google と Bing。で、この Google と Bing をなぜ選んだかというと、この Google と Bing 自体もスピーチの一応機能がありまして、英語を喋るんだけども、ちょっと硬いんだよね。硬いのね。言葉がね。だから、内容のそのロゴはいいか悪いかは僕もちょっと、英語は全くわかんないので、判断できないんだけども、喋りが硬いので、このテックストゥースピーチの方が、字数は少ない、言葉の数は少ないんだけども、その分何度かキャプチャーというか、
録音する回数が増えるんだけども、やりやすさではこちらの方がやりやすくて、声がユニークなので、こちらの方に一応してます。で、この組み合わせで、基本的にはキャプチャーした動画を日本語で喋るものと、それから、まあこれに対して、あと、今使ってるものは、ビデオスタジオですね。ビデオスタジオの、6X6 かな。それを使ってますので、それを使って、それに対して、動画の、アレンジをして組み立てていくということですね。それともう一つ、実はビデオスタジオでは、スライドがね、いまいちちょっと作りづらいんだよね。で、スライド対応じゃなくて、やっぱ動画対応の時はもう断然ビデオスタジオ使いやすいんだけど、スライドが使いづらかったので、スライドを今朝、簡単に作れるやつを見つけました。それがフリーメイクビデオ、コンバーター。これですね。フリーメイクビデオコンバーターというので、これも有料版があるんだけども、これもやはりスライドだけであれば、無料版で十分なので、画像から画像への動きも出すことができるし、そんなに機能はこれはありません。無料版ですから。だけども、簡単にできる。非常に簡単にできます。それなので、スライド、写真をいっぱい撮った時にスライドにしたい時には、これを使ってスライドを作ると。一応そのアイテムで、今のところ非常に助かって回してます。面白い動画をこれからも撮っていけると思うので、もう少し、テクニックが必要だったり、テクニックに走らないまでもいい方法が見つかるかもしれませんけども、その時にはまたその時で、新しいアイテムをこのように記録して、撮っておいて、自分の記憶に留めておきたいと思いますが、今日の時点ではそういう動きでやってます。これをまとめといてよかったと思います。これをまとめてないとまた、普段使わないアイテムがわかんなくなったりするので、相当これも絞り込んで今のところアイテムを決めたので、それと、もう一つだけ、そうですね、動画の、YouTube の動画から撮った音楽ですとかを、音のキャプチャーだよね。音の要するにダウンロードしてくれるのが、このカービングエキスプローラーという音楽録音ですね。で、これも著作権のない音楽を主体に、カービングエキスプローラーで撮って、で、投稿動画に、たまに使うような形で動いてます。これも非常に便利なアイテムです。動画自体もキャプチャーできるんだけども、動画のキャプチャーというよりも、音のキャプチャーを中心にやると、これは非常にスピードが速くキャプチャーできるので、やりやすいアイテムです。今のところ、こんな感じで動かしています。また、投稿していきます。